キャリパーブレーキキャリパーブレーキとは自転車用ブレーキの位置形式である。主にロードバイクと式サイクルに用いられ、後者では前輪のみがこの形式であることが多い。ロッド式リムブレーキの後に開発されたブレーキで、誕生は1900年代まで遡り、当初は安全型自転車の前輪用ブレーキとして開発された。現在一般に広く販売されている。 自転車用ブレーキの中では最も古い歴史を持つ。キャリパーの名の由来は、機械工作用の計測器の一種である、カリパスに似ていることから来ており、特に、ソトパスと呼ばれるタイプに類似している。左右の独立したブレーキアーチが交差する形で軸に固定されており、それぞれのアーチから伸びるアームの間隔を引き絞ることで、アーチの下場に取り付けられた一体のブレーキ収納、 感覚縮まり、車輪のリムを挟むようになっている。アームを引き絞る手段として、主にブレーキワイヤーが用いられ、特に現在主流となっているサイドプル方式、口術においては、ワイヤー以外に余計な部品を必要としない利点があり、また、ワイヤーとの組み合わせでなければ、システムが成立しないこともあって、このブレーキの普及は、ワイヤー式ブレーキの普及時を一つにした。 同一の製品の中でも、前輪用と後輪用とで詳細が少し異なる。一部の例外を除いて、前輪用は、フロントフォークのフォーククラウンに、後輪用は左右のシートステーを結ぶブリッジ上に、開けられ、穴を貫通する形でネジ止めされるが、両者は厚みが異なるため、貫通ボルトの長さが異なる。また、通常は、前輪用と後輪用とで、 車輪の回転方向に対するブレーキ本体の取り付け方向が逆になるた、ブレーキ周に方向性がある場合は、その取り付け方向が本体に対して前後で逆になる。構造によって、サイドプルとセンタープルに対別され、サイドプルはシングルピボットとダブルピボットに分けられるため、全体として3種類に区分される。また、各種類ともに用途によってサイズの異なるものがあり、 サイドプルには、左引きと右引きがある。サイドプルの基本的な形態である。1970年代から1980年代にかけて、ロードレース用のブレーキといえばこのタイプであった。現在では主に、シティサイクル等の前輪ブレーキとして使われ、安価な自転車用のブレーキとされるが、ダブルピボットよりも軽量なために、例外的にレース用の高級なシングルピボットも、 少数ながら残っている。制動力がダブルピボットに比べると弱く、左右のブレーキアーチとブレーキ本体がまとめて1本のボルトで固定されているので、動作のバランスにやや難がある。安価なものだとバランスの悪さから、肩利き状態になりやすい傾向がある。品質の高い製品ならば、適切な整備によって肩利き解消は可能であり、必ず、 カタキキが起こるわけではない。デュアルピボットとも呼ばれる。現在スポーツサイクルの分野では、キャリパーブレーキと呼ばれるものはこのタイプを指すことが多い。古くから発明はされていたものの、シングルピボットよりも複雑な構造のために、精密な加工技術を用いなければ不具合を生じやすく、その存在は長い間忘れ去られていた。その後、1980年代に、 島の社が再発見し、現代の技術で蘇らせて普及させた。以来、ロードレース用のブレーキにおいてはこの形式が主流となった。近年、高品質な式サイクルや電動アシスト自転車にも採用が広がっている。シングルピボットと基本的な原理は同じだが、決定的な違いは、左右のブレーキアーチの作動軸が独立していることである。これにより、 テこの比率が大きくなることで、軽い操作力で十分な制動力が得られるようになり、シングルピボットで起こりやすかった肩効きも少なくなった。制動力はロードバイクには過不足ない程度あり、調整も比較的多い。ロードバイクのキャリパーブレーキは絶対制動力よりスピードコントロールが主たる目的であるというような表現をされ、 制動力に劣るイメージを持たれることがあるが、簡単にタイヤをロックできるキャリパーブレーキもあり、コントロール性と絶対制動力は両立できないものではない。ロードバイク用のサイドプルは、ワイヤーがつながるアームが本体の向かって左につき、シティサイクル用では右につくものが多い。これは、ロードレースの盛んな欧州では、前輪のブレーキを左手で操作するのに対し、 日本では右手で操作するためである。日本国内で組み付けされるロードバイクの場合、ワイヤーの取り回しが少々不自然になるが、右手で前ブレーキを引くように取り付ける業者が多い。かつて1950年代から1960年代後期にかけてロードレース界を席巻したブレーキである。日本では1980年代までスポルティーフなどにも用いられていたもので、 ダブルピボットで左右のブレーキアーチの中央をワイヤーで引っ張るタイプのものである。基本構造を同じくする派生型として1980年代後期にマウンテンバイク用ブレーキとして開発され、現在はその発展型が BMX フリースタイルに使われている U ブレーキがある。いずれのタイプにもキャリパーアームの長さ、 これをリーチと呼ぶの異なる製品が存在する。ロードバイク用のものは合成を確保するためにリーチが短く作られており、太いタイヤではブレーキアーチに干渉してしまう。このタイプはショートリーチと呼ばれている。スポルティーフなどで泥よけをつけたい場合やシティサイクルなどで太いタイヤと組み合わせるためにリーチの長い、ミディアムリーチ、ロングリーチのものもある。リーチの長いものは 同時に幅も広い場合が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。